ノックダウン生産、ノックダウン生産、ノックダウン生産とは他国や他企業で生産された製品の主要部品を輸入して現地で組み立て、販売する方式である。ノックダウンとは本来人を打ち倒したり物をぶち壊したりすることである。そこからと意味が変化した。組み立て業務のみであり、技術取得の観点からはライセンス生産とは異なり生産技術は 学べるが、製品を構成する個々の部品に関する、設計製造の技術を獲得することが難しい、リバースエンジニアリングや、コピーなどの手段がないわけではない。別の形態として、国内工場での生産によるコスト高を回避、するなどの目的から現地組み立て後、現地での販売はせずに、元企業が組み立て分を再び買い取る、バイバックと呼ばれる組み立て工場の国外拠点化も、 年ノックダウン生産と称されることがある。ノックダウン生産は、重工業製品で多く行われている。その理由は次のようになる。特に自動車産業において盛んであるほか、日本では、航空機のライセンス生産直前の段階でもしばしば、行われる。また、鉄道車両の生産に使われる場合もある。ノックダウン生産の形態は、に対別される。 自動車産業など国策で工場を誘致している場合は、現地調達率に関する数値目標が設定されることが多い。目標数値をクリアするしないで、現地で販売するときの税金の設定額が変わってくるため、積極的な現地調達が試作される。ただし、多くの場合は、各自動車メーカーの関連部品会社が進出して、現地調達率を確保することが多く、 現地資本の企業の部品が積極的に用いられる子は少ない。現地調達される場合は、板金部品から積極的に適用されることが多い。これは、自動車における重量で大きな割合を占めること、現地に金型とプレス機械を設置して、日本から現場指導員を派遣すること生産可能と判断されるためである。逆に、エレクトロニクス部品や高精度な組み立てを要求する。 エンジン本体は現地調達されにくい。部品の現地調達率以外での分類では、組み立て作業をどの程度のレベルまで現地で行うかによって、次の二つに対別される。この二つのノックダウン生産に対比させる言葉として、区部という言葉が存在する。いわゆる完成車の輸入で、現地での組み立て作業を一切行わずに、販売店へと届けられる形態である。 日本でも自動車産業の黎明期に欧米メーカーがノックダウン生産を行っていた。戦前は米国のフォード及び GM が自己資本で生産拠点を設立した。具体的には1925年から日本フォード1927年から日本 GM が太平洋戦争勃発時まで創業し CKD コンプリートノックダウン生産を行った。 両社は日本だけでなく中国などのアジア市場を視野に入れて設立されたものだった。米国系では他にクライスラーが安全自動車ら当時の日系輸入代理店数社が出資する合弁企業とする形で1930年に協立自動車製作所を設立して CKD 生産を行っているが日本フォード、日本 GM、協立自動車のいずれも 日中戦争激化と欧州での第二次世界大戦勃発などに伴う日本政府からの生産縮小力により生産台数を減少させていき最終的にはアジアでの大東亜戦争勃発により止めを刺される形で1939年から1941年までの間に日本から撤退を余儀なくされている日本政府は日本フォードや 日本 GM の工場を接収したが、その製造ノウハウまで吸収することは叶わず、日本陸軍と日本海軍間の資材や製造工場などの工業リソースの激しい奪い合いも災いし、軍用トラックや戦車などの製造能力の拡大にはつながらなかった。トヨタ自動車や日産自動車も日本 GM や日本、フォードの技術者の引き抜きや製造過程の見学などを行ったが、 年間生産台数では、日本 GM、日本フォードの規模に悲見することなく、日本の敗戦と、旧日本軍の解体により戦前の国産自動車産業は一旦死滅に近い状態に追い込まれることになる。戦後になると、戦後日本の産業復興のためには、自動車産業の強化が必須であるとした、当時の通産省の指導のもと、日本の自動車メーカーの成長のために、 様々な保護貿易的政策が取られた。連合国軍最高司令官総司令部も、連合国軍占領下の日本をアジアにおける反響の防壁とするために、通産省の政策を後押しした。具体的には1948年に、日本の自動車産業の戦争責任を免責し、復興金融金庫法でも、有志の第一号は、自動車産業に振り向けられたほか、戦前に、 日本政府により接収され、配線とともに GHQ に移管された日本フォードや日本 GM の敷地をなかなかフォード GM 両社に介せず、両社の日本最新室を事実上拒否するに等しい姿勢を見せたのである。結局、日本フォードの敷地が返還されたのは1950年代の後半までずれ込み、両社の日本最新室は完成車販売という、 形でしか実現しなかった。通産省は様々な政策により、日本の自動車産業の再興を図ったが、戦後混乱期の深刻な食料不足と貧困なども影響し、国産自動車の研究開発はなかなか進まなかった。1940年代後半、国内各社は復員してきた行員や若手の技術者が力を結集させ、トヨペット SA 型小型乗用車や、 大田 BA 型小型乗用車のような先駆的な小型乗用車を世に送り出したが、肝心の日本国民側にオーナーカーとして、乗用車を持つ余力は全くなく、庶民の足はどんなに良くても、陸王や目黒などのオートバイ止まりでほとんどは、ゲップで買った自転車がせいぜいという状況で、事業者の需要もほとんどはオートバイから発展した、大田三輪に集中しており、乗用自動車の需要は、 戦前同様にタクシーやハイヤー事業者に細々とあるのみであり、いずれの車種も販売面では振るわず、短命に終わっている。車を作っても買う顧客が満足におらず、新設計の性能を試すに足る、まともな道路もない状況では、いくら技術者に気概があっても大量生産体制の確立や開発の技術蓄積、信頼性の向上もままならない状況であった。 日本政府の戦後復興の姿勢自体も一枚岩ではなく鉄道省を引き継ぐ形で発足した運輸省及びその参加の日本国有鉄道は戦時中連合軍の空襲から免れたことも幸いして敗戦の日までうじて国内の流通網を維持しきった自負や軍国主義復活阻止の観点から戦前の軍部の強い保護を受けて発展し敗戦により 急に本軍と共に一度死滅した日本の自動車産業の再興には強い反対姿勢を見せ日本国内の自動車需要は輸入関税の引き下げを伴う輸入車両の拡販で賄うのが望ましいとの立場に立ち通産省の国内自動車産業育成の路線と激しく対立したインフラ投資の面でも高速道路網の整備を主張する 建設省と既存の鉄道網の拡大発展を主張する運輸省の間で厳しい予算の取り合いが行われる状況であり、1950年代後半に建設省がワトキンスレポートをバネに透明高速道路の建設に着手するまでは鉄道網整備が予算上でも優勢な状況であった。このような背景の中、当面の機関欧米メーカーの比較的信頼性が 高いことが、欧米市場で、実証済みの普及車種を国内各社に、ノックダウン生産させ、その製造ノウハウを国内メーカーに、再び吸収させるにより、運輸省をはじめとする、鉄道推進派の球団の矛先をそらす方策が、取られたのである。こうして、1950年代初頭には日本において、多数のノックダウン生産が開始された。具体的には、 1951年に東日本重工業、後三菱日本重工業が、米国、カイザーイコールフレーザー社のカイザー編 J を生産開始した。1953年には、複数の企業がノックダウン生産を開始した。イスズ自動車が、英国、ルーツ自動車のヒルマンミンクスを生産し、日ノ自動車が、フランスルノーのルノー 4CV を産し、日産自動車が、 英国、オースチン自動車のオースチン a 四十を生産し、さらに、三菱自動車工業が中日本重工業、新三菱重工業の時期にカイザーイコールフレーザーの子会社となっていた、社のジープノックダウン生産を開始している。オースチンとジープは後に、ライセンス生産に切り替えられ、特にオースチンは、a 四十から a 五十になった時点で部品を含めすべて国内、生産され、 完全国産化と称賛さた。カイザー・ヘンリー・ J、ヒルマン・ミンクス、ルノー 4CV、オースチン A40、A50 はそれぞれ本国の会社では最低価格帯におけるエントリー車と位置付けられたものだったが、日本ではいずれも最高級車であった。このことからも当時の日本の乗用車産業の置かれた状況を押し計ることができる。 日本の自動車産業は成長するにつれ世界中に部品を輸出する側に回ることになった。日本車のノックダウン生産は現在発展途上国を中心に世界中で行われている。航空機産業の場合はライセンス生産を前提として行われることがしばしばあり、日本では海 -15 イーグルや P-3CO ライオン等において ライセンス生産の全段階で行われた。日本国内においては、国鉄分割民営化後、JR 九州を皮切りに、社内技術力の向上を目的として、メーカー発注部に以外に、自社工場でのノックダウン生産が行われるようになった。具体的には、JR 九州783系電車、小倉工場にて実施、JR 東日本205系電車などがある。 近年の例では、車体を車両メーカーで製造し、完成した構え体を一旦別の車両メーカー及び、納入先の工場まで運んで、偽装を行って完成させる。例としては、JR 北海道基派261系機動車、車体の製造を、川崎重工業、偽装を、苗保工場、または、新潟トランシスで実施。 JR 西日本、元北越急行683系8000番台、電車、車体製造を、川崎重工業、偽装を、新潟トランシスで実施、阪急9000系電車の一部編成と、同9300系電車の9308回、車体製造を、日立製作所、笠戸事業所、偽装を、アルナ車両が実施、五千5550系電車、 車体製造をアルナ車両、偽装を、阪神車両メンテナンスが実施、一型電車7000系電車、車体製造を近畿車両、偽装を、五島工業が実施などがある。中国高速鉄道、CRH2 型電車の例では、端所となる3編成は、川崎重工業車両カンパニー製の完成車、次の6編成が中国側のノックダウン。 その後は一部の高度な部品を除き、中国側のライセンス製造となっている。完成車や部品の調達に入札制度が用いられている公営交通事業者が所有する車両の場合は、車体や伝送品などを最初に契約したメーカーの使用に基づき、他社にてライセンス生産を行うケースがある。例としては、大阪市交通局新20軽電車と、 道66系電車、日立製作所が開発した VVVF インバータ装置を東芝や三菱電機でライセンス生産、東京都交通局5300系電車と道6300系電車、三菱電機が開発した VVVF インバータ装置を東芝や日立製作所、東洋電機製造でライセンス生産していることに加え、後者は川崎重工製車体の一部を 近畿車両で製造などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。